妙顕寺は緒方光琳、また緒方乾山、このご兄弟に関して非常にご縁の深いお寺でございます。それはこの緒方家とは、この妙顕寺が菩提所であったということでございます。現在はお墓はですね、立中の専明院というお寺に今、あります。そういう形で非常にご縁の深い、お寺になっております。で、この緒方家というのは、狩金屋という老舗のですね、呉服商であったでございます。あったのでございます。で、またそれで、そこの生まれで、あります。で、また、緒方家に関して言いますと、この緒方家の、狩金屋でございますけれども、お客様としては、豊臣秀吉の、側室である淀君、それからまた、徳川二代将軍の、秀忠公のご夫人でいらっしゃいます宗玄院さん、そしてまたその娘様でいらっしゃいます東福門院様、こちらの東福門院様は後水尾天皇の中宮でいらっしゃったということでございます。そういう非常な高貴な方々の要請をいただいてですね、商売をされてたということで、大変裕福な呉服商であったというふうに言われております。で、また特筆すべきことになるのですけれども、これは妙顕寺として欠かせないことなんですが、妙顕寺の歴代の15世にですね、光禅院日如上人という方がいらっしゃいます。で、この方は、緒方光琳の大叔父にあたる方でございまして、その方が歴代に入っております。それからまた、おじ様にあたる方が、光照院日位上人という方がいらっしゃいますけれども、この方は本山はちょっと違うんですけれども、長明寺というお寺がございます。そちらの、第13世ということで、新参されています。まあ、そのようなことで、非常にご縁のある、お寺でございまして、欠かせない、親方光琳という方は、方であったらなということでございます。以上でございます。